台湾台北市にある、HTC の本社にお邪魔してきました。ちょっと今更という感じなんですけど、一応場所をちょっと確認しておきたいと思います。東京から南西に3時間飛行機で、海越えてあっという間ですね。3時間というと東京から新幹線で福岡ですかね、福岡とかですかね。だから時間的には、国内出張みたいな、そのぐらいの距離感で来られる場所にあります。でこれ今ちょっと台北に3つ星をつけてあるんですけど、台北市、台湾の一番北ですよね、台北市。ここはまあ台湾である市センターで、で台北のこの道路が錯綜しているあたり、このあたりがまあ台北の中心街ですね。でこっちの左上に星があるんですけど、ここが台北というか台湾の国際空港である、ダオエン国際、何でしたっけ、なんとか機場っていうんですね、中国では。で、その飛行場と、ダウンタウンを結ぶ真ん中あたりですかね、からちょっと南下したところにあるのが、HC の本社で、何でしょうね、街中というよりは、ちょっと郊外にあるっていう感じですかね。これ地図見てもちょっとわかると思うんですけど、まあ、まだ緑もあるし、で結構バスで行ったので、ちょっと周辺見たわけ、そんなに見たわけじゃないんですけど、工場があったり、そんな場所でした。こんにちは、台湾の台北の HTC の本社に、HTC のロゴが見えます。今、これプレスツアーなので、たくさんいろんな国からテレビが来たりして、取材陣が行こう、本社あっちですね。ビルが、大きなビルが2棟あって、中には、何でしょうね、そのエクササイズの何でしょうね、ウォーキングランニングマシーンみたいなとか、あとなんか保育園があって、どうもそれは HTC の施設だっていう話なんですけど、それからバスケットボールコートがあったり、今時の比較的なんでしょう、モダンな IT 企業、シリコンバレーになっておかしくないような、そんな本社でした。